アマルフィはイタリア共和国カンパニア州サレルノ県にある人口約5100人の基礎自治体。急旬なアマルフィ海岸に面して築かれた都市である。中世にはアマルフィ公国として自立し、向上を誇った海洋国家であった。ユネスコの世界遺産に登録されているアマルフィ海岸の中心都市であり、観光拠点の一つである。 サレルの県北西部に位置するコムーネで、アマルフィ海岸の中央部に位置する。アマルフィの市街は、県とサレルのからは、西南西へ約1 5トルソレントから東へ約1 9トル州とナポリから南東へ約3 7トルの距離にある。アマルフィのコムーネ面積は6.11平方キロメートルで、アマルフィ海岸に連なる小なの中では、 比較的広い。アマルフ市街は、海岸に沿って東西に長い地域の東端に位置する。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。括弧内の名は、ナポリ県所属を示す。ソレント半島の南岸にあたり、サレルノ湾に面する。周囲を断崖絶壁の海岸に囲まれ、昭湾の奥に位置する小規模な浜に作られた港から、断崖上に向かって形成されている町である。 その起源は古代ローマ時代にまで遡る。海洋に面し、かつ複雑な地形に囲まれており、外敵の侵入を撃退するのに適していた。839年、ナポリ公国から独立を宣言して、アマルフィ公国となり、イスラーム勢力との交渉の中で、徐々に勢力を拡大させていった。七十二年には、サンサルバトーレ島を守っていたイスラーム軍を改戦で、 激季この功績で、東ローマ帝国からカプリ島を譲渡された。ただし、イスラーム勢力と対立しただけでなく、商業上の利益から同盟を結ぶことも見られた。アマルフィは、その後も、広告の首都、貿易の拠点として発展し、一時は、ピサやベネツィアやジェノバと地中海の派遣を争い、国会にも商業活動を広げた。例えば、 現ウクライナの都市セバストポリにアマルフィの港の跡が残されている。アマルフィの人々は航海に関する法典であるアマルフィ海法を作成した。これが様々な海洋に関する法典の雛形型となり、17世紀まで影響を持った。また、中国からイスラーム世界に伝わった生死法がシチリア島経由でもたらされ、13世紀には生死産業が勃興していた。 アマルフィの最盛期は11世紀に達成され、その後急速に衰退した。1131年には、ノルマン人による征服。1135年、1137年は、ピサによる略奪。そして1343年での嵐によって、都市の大部分が破壊された。アマルフィには、以下の分離集落がある。スローシティ加盟都市である。 どうも狭い土地を有効活用するため、アーチの上に家を建て、ウェイウェイと建てましたため、断崖にへばりつくように建物が密集している。外敵の侵入を妨げるためもあって、階段でできた路地が複雑に入り組んでいる。アマルフィの代表的な建造物として、アラブシチリア様式の大聖堂がある。11世紀に建造が始まり、雄大な正面、1066年に、 コンスタンティノープルで作られた制度製の扉、そして13世紀の美しい天国の回廊など特徴的な多くの追加工事が継続して行われた。特産品はリモンチェッロとテスキガミ。リモンチェッロの原料にはこの地方特産のレモンが用いられる。今でもアマルフィの急斜面にはところどころレモン畑がある。テスキガミはイタリア半島で最初に 静止法が伝わった場所であり、紙すきに必要な清流が存在したことから発達した。中世、アマルフィ共和国は海洋都市国家として強情を誇り、海洋法の原型を作り上げた。現代のイタリア共和国の海事関係の国旗には、同様に海洋国家として発展したベネツヤ、ジェノバ、ピサと共にアマルフィの紋章が取り入れられている。ありがとうございます。